7月第2週のウィークリーチャレンジにお待ちかね、待ってたんですよ。全日本 GT グランプリが来たんで走ります。これがね、前回 Z で走ったんです、富士を、うん、カウンタックにもあるっぽかったので GT 参戦車両がカウンタックで来ました。ただね、むずいんです。モラがやろうと思ってたんですね、私の妹、はい、ただね、むずいんです。これを操作感が重たい感じ で、この狭いコースに重たい感じの車はきついですね。で、結構ね、私もやり直しております。フルカスタム、しかもエンジンスワップしたフルカスタムのカウンタック25アニバーサリーの方で来ました。ただね、こんな感じです。やっぱいいですね。しかもノーマル来ましたね、ない、はい、ハードじゃないノーマルでも厳しい戦いといったところです。難易度ノーマルだと車が密集していい感じなんですか。イージーだと、イージーだと突出してるやつがいて、そうなんです、こう動画的に面白くないかなと、ね、待ってた方がいろいろ見れていいかなということで、これにしました。さて、報酬なんですけどね、今回ウィークリーチャレンジ全部チケット、お金です。これいいです、確実ですからね、うん、5つイベントが用意されてて、1回勝つと1000万、3回勝つと2000万、ここまでで3000万、5回勝つとさらに5000万くれますんで8000万ですね。8000万確実にもらえて、これでこれが1位になったら1500万で、まあ、それはだいぶいいと思いますね。1億ぐらいにはなると思いますね、全部合わせて。そう、これ楽しいイベントやって、すごい凝ったイベントですよね。1億もらえるということです。日々の金策に飽きてる方、これはやった方がいいんじゃないかなと、おすすめです。期間限定イベントなんでね、とかどうですか、ちょっとね、これね、良かったと思ったんですよ。本当好きなの私だけじゃやっぱないみたい ね。前の動画もすごいコメントいただいてね、うん、盛り上がってましたけど、だからね、結構な人がみんな好きだと思うんで ね、うん、グランツーリスモにはこれ定番にしてほしいですね。ですね。なのでこの動画見てくださいまた頼みます、皆様ありがとうございます。これで、あ、マジで好評だわっていういいアピールをしましょう。気づいてもらってですね、はい、これね、これやらないけんわと、公式さんと、ツインリンクモテギも追加しちゃおうっていう風に ねしていきましょう。本当来るかもしれませんよね。ね、なんかよく見たらスーパーフォーミュラーあれですね、あのレース日程も今ちょうどあれですね、タイムトライアルとやってますけど、今富士やってますね。富士、そうそう、富士も7月にあるみたいで、なんかもう8月ぐらいには来る、にはモテギであるみたいです。ラウンド5、グランツーリスもコース追加する気にだいぶなってるみたいなんで、なんリアルイベントに合わせて、ね、イベント開催してたりしてますし、ゲームで次は合わせるところがあるかもしれない。モテギかもしれない、意外とモテギかもしれない。ジュビルヌーが、ジュビルヌーブが作りしましたね。全然いけませんでした。もうね、ジュビルヌーブだと思ってたんですけど ね、ベリーが来るのかかもね、まあ、このコースの感想とかね、うん、ジルビルヌーブはもうグランツーリスモ8に取っとくとかね、そういう作戦なんかもしれない、ま、出たね、うん、2秒です。この辺で安定してるな、うん、危ないですね、慣れてきました。 VR で初めてこの入ったばっかしの時はね、2分4秒とかだったんですけど、うん、私も最速で2分5秒対策で、それです難しいです、ね、ノーマルとイージーではだいぶ適車変わってますね、うん、速さがやっぱね、えほとんど変わらないイベントもあるみたいですけど、そうですね、これは変わるよ、うん、作り込まれてますね、うん、えい、今回はね、話しながらやってるんですが滑ってないので、うん、
あれがボツになった収録がありまして、あれがね、滑ったのはいけんかったんですね。そっか、あ、こういうのもやばいですよ。よいしょ。しかし立ち上がりがこれいいかもしれないから、受けるか。へぇ、白煙出てないかな。ベッドの時は白煙出たんですよ。同等のね、絵力欲しいじゃないですか。リバリーに前回と違う車が見るかもしれません。行ってないかも。このカルソニックの前に ね、レイブリックがいるんじゃないかと思うんですよね。これ前回いなかったと思うんですよ ね。これはいいですね。いっぱいいますね。ちょうど感じいいよ、6、5、4、3、だいぶ見えてるな。これこれ、こんぐらいのこれだと勝てそうな感じですね、ならいけるし、結構、彼によって車、適車が調子良かったりとか、なんかだいぶありそうですね。さっきやっぱ滑ったからだ。あ、滑ったから。じゃあ調子に乗って振り回しちゃっていいか。サイドブレーキとかになっちゃって、ほいほいほい、ドリフトして、ドリフトして無理か。白煙出てないか。分かってよ、ちゃんと。はいはい、ラッキーよ。ダメか。どうでしたっけ。すごいでしたっけ。思い切りがつかんわ、やっぱ。そうは言っても、意外と勝てん時があるんですね。そうなんです。スープラ1位だったんですね。でしたね。MSX かマクラーレン F1 が1位と思います。これとばらつきあるところですね。ですね、はい、大体密集して走ってますよ、もうね、タイムアタックばっかでだいぶ窮屈でしたからね。あれはあれで面白いんですよ。レースも奥向かってね、レースもしたいんです、たまにはこのチャンネルね。絵的にもね、こうタイムトライアルやりたいよっていう人多いからね、見てくれるんですけども、絵的にはタイムトライアル地味でね。だって一人でね、走ってるだけですし、VR でもないし、あれだったから、皆様もね、たまにはもうこのレース映像を見てください。よろしくお願いします。いいよね、やっぱ、すごい3位になった。いい、ただ抜いちゃうな、これ。これ今回抜きすぎですね。もう1位見えたんですね。だからマジでドリフト戦という感じ。本当変わるね、高い。お。やっぱりね、セックス。こういう感じで、みんなを眺めながら行く回で。いい。まだ試合ですね。勝てるときは勝っちゃう。そうだな。はい、MR どうしたね。どうですか MR ミッドシップ、そう、ミッドシップレイアウトですね、真ん中、背景はこの後方に積んであります、あーはー、こういうことがあるから大変です。待ってください。はい。ワールだと何がいいんですか。なんというか、重量物が中央によるんですよ、こうね、例えば急に話は変わりますけど、文房具にね、シャーペンがあってですね、そう、シャーペンに限らずペン回しっていう技があるんですよ。安定しそう。そうそう、ペン回しやりやすいっていう。いう商品があるわけです、重量物を中央に配置してペン回しやりたい人はやりたいですからね、ペン回しがやりやすいシャーペンとか売ってる感じですから、ね、こうほら、なんつうか、コマみたいな、コマコマ、コマもほら、なんでしょうとか、フィギュア
フィギュアスケートの方ですね、うん、こう手を広げて回っていくのが手を閉じるわけです、うん、手を閉じていくとくるくるくるっとすごく早く回転する、うん、ああいう感じで、そう、回転性っていうんでしょうかね、それが向きの変えやすさが多分変わってくると思う。変わりやすい？うん、おですね、スピンしやすくもあるわけですね、ああいうスピン、スピン、速いから、分かる、そうそう、くるくる回るのが速いんです、っていう感じで、分かりやすかったですね、がですね、うまく扱うと速いんだと思います、ミッドスピン。ということで、レース感に多く採用されてますね。ね、普段使いにはね、こう扱いが難しいので、ミッドシップじゃなかったりするわけですね、うちで乗ってる車も。トヨタピクシスエポックは多分 FF ですね、うん、ああいうのはもう日常使いによくてですね、いいんです。前にエンジン積んでて前を動かすからパーツ点数も減りましてね、シャフトというやつでしたかな、このエンジンのパワーを後ろを駆動しようと思ったら、何かね、長い棒でつなげるんです、うん、ああいうのもいらないから、うん、あれね、そのでかいパーツがない分スペースを広く潰れたりね、いろいろいいことがあったりするんです、うん、FF にですが、レースだと FF は曲がらなくてです、ね、大変なんですね。市販車とかでもいいんですよね、うん、ですね。がミッドシップも作ってます、うん、逆に FR がホンダはそういやあんま思いつかないと、うん、FF かミッドシップです。変わってますね、そういや、うん、確かに FR FR がトヨタね、カローラレビン、あのね、あのね、すごいんです。すごい走ってました。うわ、大丈夫か、もうファイナルラップです。本当だ本当だ、日が暮れてきました。抜きにかかるか、抜いてるわ、無理だな、久しぶりのロッドリフトは。ちょっと無理タイヤですね。だね、青い赤いですね、太陽を刺さってめっちゃ効いてます。本当にいいシチュエーションだな、うん、お、ライト開いた、お、開けましたね。そうなんですよ、リトラクタブルライト、今安全面の都合上でほぼないようです。ここに人がね、こう衝突してくるとね、危ない、ね、もうエルボーみたいな感じで入っちゃうから。落ちたかもしれません。最後の試験員をうまいことね、ちょっとカットしておけばいけるんでしょう。確かに滑るなよ、グランツーリスマツーがなんか待ってくれるんですよ、トップというかあれみたいな。そうです、モラ、ナメツと呼んでます。ちょっともうナメツしちゃうときました。1位になりましたね。よし、綺麗で、いい空だ、うん、よかった、落ちました、ありがとう、うん、あー、よかった、よかった、素晴らしい。思いのほか時間がかかりましたけど、やっぱその分楽しかったですね。うん、程よいレースはいいもんです。ほら、1秒差、こんなもんでしょう。うん、これが、ね、もう3秒ぐらいになると、ちょっと退屈だね。5秒になると、もう見えやしないでしょ、うん。ずっといたと思います。よ, よかったね。あ、いいですね。これ、ね、これで、見てみましょう。うん、みんな、これもね、もう、
レースは好きなんですけど詳しくなくてね、一緒に走ってるのは変かもしれませんけど、とりあえず全日本 GT には出たという話です、このカウンタックも、うん、でアドバンのポルシェと F40 ですね、今ゼクセルの GTR が映りましたね。でこれがディアブロ、うん、いいやっぱいいね。ユニシアジュックスとスポンサーがついた何の会社かな、うん、GTR です。これミニカー持ってました、うん、まさにこれです。でこれがカストローですってなんですね、はい、有名。また売ってますね、レジェンドカーね。そう今、ま、これに出るために各種売ってます、はい、揃えられますです。ディアブロ黄色いやつ、うん、だからこの今乗ってたカウンタックからこれに交代したような感じになるんでしょうね。なる、うん、ペンズオイル、うん、GTR これは99年式ですね多分、うん、まあこれはリバリーが違うってことですね。ですね、ペンズオイルにカルソニックのリバリーになった。そんでって感じですね、うん、これが前いなかったと思うんですよね。だからまあちょっと見てみますか。チェック、これ、はい、もうね、銀色だと思うんですよ、これ。銀色なのがいいよね。うん。レイブリックですね。綺麗な色ですよね。いいね。いいね、これ。だいぶ印象変わるよね、やっぱ。だね。赤緑の NSX の色違いってことでしょ。うん、ああ、やっぱいいわ。めっちゃいいですね。このね、ホイールのチョイスもレースカーな感じだね。いいね、うん。ほぼ、こう自分でカスタムするときは黒を選ばないんですけど、これは決まってますね、うん、いい、素晴らしい。これで他にはこう、あれだな、本来ならダーク、あれタバコだろうな、うん、タバコの銘柄が貼ってあります、サイドのマクラーレン M1 モービル 1NSX、うん、これはもうほぼまんまです、ね、いいね。これは何スープラっていうかわかんないな。おー、スープです。いい、いいよね、うん、あの紫だけかな、他は前もいたかもしれない、だと思いますね、うん、今日は逆にマクラーレンがいないんだな、ね、黄色いマクラーレンがいないかな、結構ランダムで見たりいなかったりするんです。だからレイブリックも昔からいたのかもしれません。あんまり見かけなかったですね。だよね。まあ、たまたまかな。っていう具合だそうですね。VR ショールームですね。また会いましたね。ミラーコです。いいね。車高低い。そうね。これがもしかして原因だったかな、難しかったの。うん、これ横に切れないだろう。これいいよ。本当だね。これタイヤ当たるだろうね。うん、だからか。そういう感じ。結構なんか難しかったですね。うん、操作感とか。これはいい。いいね。もう満足感の高いリバリーですね。いい感じで作ってくださったんですね。うん、これはただに単にグラデーションが貼ってあるんではないですよ。グラデーションだけでこう穴に見えるんですけど。本当だ。穴じゃない。凹凸感が。ねえ、なんか影みたいなのがついてる。ねえ。すごい。すごい。これシールだったんだ。あ、そうなんですね。ねえ、すごいね。めちゃいいですね。今作りますね、職人たちは。かっこいい。すごいね。ただでさえこの25アニバーサリー、うん、好きなんですけど、これはいいですね。いいね、あ、すごいね。うん、感じです。なんていう車種名だったかな、JL なんちゃらチームです。うんうん、ねえ。監督は日本の方だそうです、うん、ランボルギーニはイタリアですけど、うん、ホイールは勝手に変えました、うん、こんな感じです。もっとね、太いスポークのやつが元はついてましたね、うん、アート引っ越しセンター貼ってあるんだね。ですね。アートスポーツって書いてる。アート引っ越しセンターと関係あるかな、ね、どうかな、どうでしょうね。もう意外と NGK スパークプラグは分かるとして、見慣れない
スポンサー多いですね。うんうん、レインか。レイン X。うん。そ、うん、っか。DMAC。こんなところに貼ったり。DMAC。うん。うん。テイ。テイ。テイ。どことなくお茶っぽいな。ティー。ティーとは綴り違う？ティアって書きますね。ティー。だよな。お茶は。わかんねえな。うん、てい。このリアウィングはね、これはかっこいいですね。ねえ。いいね。で、実写の場合は、このトランクの幅に収まるぐらいの、小ぶりのやつがついてるみたいな、うん。市販車に用意してあるやつだと重すぎたり、ダウンフォースほぼ効果なかったりしたんで、GT マシン用に専用設計されたみたいですね。うん、スポンサーはこれが貼ってあったのかな。お、プレイステーションだ。お、うん、うわ、すごいな。昔の車をよくお調べになってね。うん。いい感じに仕上げてあります。すごいね。すげえ。うん。で、25周年記念のランボルギーニ。いいね。内装。わあ。超かっこいい。いいじゃん。高級感ですよね。すごいね。いいね。めっちゃいいです。はい。感じですね。だよね。最高だな、これ。ああ、いいわ。ミッドシップ、ここにエンジンが、この盛り上がってるやつ。二人乗りか。ですね、うん。盛り上がってる、ここの部分に。おお、この辺に乗ってる。乗ってるはずです。これですね、もう。まさに。真ん中だ、本当に。うん、強そう。だな。うん、名残惜しいけど、こんなとこですかね。はい。OK。皆様、ここまで動画見ていただいてどうもありがとうございました。ございました。お届けしてまいりましたのは、エクストリームアーティストのラブリエとモラでした。皆様、動画、本当に見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。よろしかったらまた会いましょう。See you next time.